はい、皆さんこんにちは。生きているうちに楽しいことを、好きなことを、同世代応援 YouTuber かずみんです。今日はじゃん、メルカリさんです。いつもね、何回ぐらいかな、 3,4 回ぐらい多肉植物を、購入させていただいているサスタさんっていう方がおられるんですけど、その方とねインスタグラムでもつながっていて、で10月ぐらいまでお休みをされるということでね、もう出店されないんやなーって、出品されないんやなーっていうふうに思っていたら、なんかねやっぱり出品してほしいなーっていう方がねいっぱいおられたみたいで、再度ね、買っていただく方がおられたら出品をしようかなと思っていますということでね、こちら個人的にまた DM をさせていただいて、出店ぜひしてくださいっていう感じでね、出品をねしてくださいっていう感じでコメントをした結果、出品されてたんです。で、ちょっと忙しくって、出品されてからね時間が経ってて、やっぱりこうタイミングが合わなくって、なんていうのかな、すごく売れてるんですよね。なので、タイミングが合わなくて、もう出品されないのかなっていうぐらいちょっと間が空いてたところにふとこう見つけたらね、出品されてたので思わずポチってしまったんですけれども、なんでポチったかっていうと、どうしてもね植え付けてあるんですよね、自分とこの苗って。でそれをディスプレイ用にね持っていこうかなと初め思ってたんですけど、やっぱりね、カットされた苗の方がいいので、多少ね徒長した分けあり苗っていうことで、購入させていただいたんですけど、でも3センチ以上あるっていう分けあり苗で、20個やったかな、20個でっていうことで2000円ちょっとぐらいの値段でしたかな、何でしたかなっておかしな言い方ですけど、で、それのね、開封動画をしてみたいと思います。多分ねサスタさんっていろんな方購入されてる方多いんじゃないでしょうかね。かなり有名な方なんですよね。こういう風にね丁寧な梱包もされていて、で苗もねすごく綺麗な苗なんですよ。分けあり？クエスチョンマークみたいな分けあり苗なんて全然思えないぐらいね綺麗な苗なんですけど、じゃーん、どうでしょうか。こんな感じで花芽が出ているのもあります。で、あ、こんなに大きい苗、これこんなに大きい苗すごくないですか。もうディスプレイに持ってこいの苗ですよね。よいしょ。で、いくつか 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,23個、多分おまけつけてくれてはるんじゃないかなと思います。はい、同じような苗もねこうあるんですけど、すべてお名前がない苗、札なしの苗なんです。でも、すごく綺麗ですよね。名前がなくても寄せ植え等にね使ってもいいんじゃないかと思います。今はね、売り切れてます。すべて売り切れてました。はい、というわけで今日は、このね開封動画も開けてしまって終わりみたいな感じにはなってるんですけど、だいぶ追い込みにかかっています。今日ね全部リメイク鉢を仕上げたんですけど、皆さんどんだけ持っていかるか私も全然見当がつかなくって、一応ね100ぐらいはもうちょっと梱包してしまったのもあるんですけど、仕上がりがちらりと、あ、こんな感じでハリカチがめっちゃ並んでるんですけど、多分今ここあるのだけでも70個80個ぐらいはあると思います。多分ですけど60個ぐらいかな、60鉢ぐらいありますので、梱包してやるのが20鉢ぐらいあるので、多分100はねリメイク鉢の方はないと思います。リースとかも意外とたくさん作ったんですけど、それでもやっぱりギリギリまで何もこう やってなくて、つい先日ねまたね編み始めたんですけれども、
はい、でも編みかごの方がもともと編んであったのを仕上げたので、それがね、それも多分7、80個あると思います。なので全部で200点以上は持っていけると思うんですけれども、はい、で、まあ、今プレゼントのね、プレゼントね、企画の商品とかもラッピングしてたり、で木曜日の日に、まあ、全てラッピングできるものはラッピングをして、でそうだね、積み込みですね、車に積み込んで、金曜日からね、もうちょっと前日から相方さんのね、もう一人の出店してくださる方と一緒のね、そこのお家に泊まりに行くので、なのでもう前々日ぐらいにしかもう用意はできないんですけど、あと2日です。あと2日間ね、頑張って仕上げていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。木曜日の日のね晩に少しだけね、梱包する前に、作品の作品の紹介みたいなもの、もうラッピングというか、もう片付けてしまったものもあるので、それはちょっとできないですけど、とりあえず仕上げたっていうものをね、紹介していきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。というわけで今日はもうここまでになりますけれども、メルカリで購入した苗の開封動画でした。サスタさんという方です。インスタグラムねやられていますので、そちらの方ね、説明欄の方に、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひねまたチェックしてみてください。そしたら皆さん、さよなら、バイバーイ。